カッパは、イタリアの自動車メーカーランチアが1919 19年から1925年まで、並びに1994年から2000年まで、生産した乗用車である。カッパとは、ギリシア文字のカッパのことで、アルファベットの形に相当するものである。なお、同一名称のモデルが2種類あるのは、創業当初のランチアが、生産者にギリシア文字で順に名称をつけていた慣習を、 フィアット参加に入って、後に復活させたためで、両者に共通点はない。1919年に第一次世界大戦後発の新型車として登場した4気筒サイドバルブ 4940cc70 馬力エンジンの大型乗用車。前身のランチャーテータの改良型であるが、エンジンシリンダーとヘッドが初めて別体系となり、電動式のセルフスターターモーターが初めて装着され、 シフトレバーも、車外から、フロア中央に移されるなど、大幅に近代化されている。1921年には、シリンダーヘッドを、オフ化して87馬力にパワーアップした、スポーティーモデルデ、リカッパが追加された。翌1922年には、ランチアが特許を持ち、航空エンジンで実績を積んだ、強格 V 型エンジンと、当時としては極めて先駆的なサイチェシーのシリンダーを、 持つ 4594cc98 馬力のトリカッパに発展した。フレームは従来のペリメーター型でサスペンションも前後ともリーフリジットであった。このエンジンの基本設計は1922年に登場する前輪独立サスペンションモノコックボディを持つ傑作者ラムダに後を譲り、1925年に生産を終了した。 ランチアの最上級モデルとして作られていたテーマの後継として1994年に登場した。基本的にプラットフォームはテーマからのキャリーオーバーとなっている。当時のランチアはイギリス市場でのテーマ及びデドラが不調であり、同市場から撤退していたため、右ハンドル仕様の生産を中止していた。このためカッパは日本にもガレージイタリアによって少数輸入されたがすべて、 左ハンドル車であった。フェラーリ製エンジンまで搭載していたテーマのスポーティさは、アルファロメオとの競合を配慮してカッパからは影を潜め、エレガンスと豪華さが強調されることとなった。特にインテリアのデザイン、質感は非常に重視され、オプションの本革シート表皮には、イタリアの高級家具、メーカー、ポルトローナフラウシャ製が採用されていた。 この結果、イタリア国内では、ちょうど日本のトヨタクラウンのような位置づけの高級車として、公用車や裕な中高年層の自家用車などに広く用いられたが、ランチアにも、アルファロメオとは、また違ったスポーツ性を求める、海外市場では地味な存在に終始し、結局10年間に約8万台しか生産されなかった。2000年には生産中よされ、2001年登場の、 定時室にバトンタッチする。カッパは当初4ドアセダンだけであったが、1996年にはテーマにもあったコドアステーションワゴン版の SW が、1997年には2世代前のガンマ以来久々の2ドアクーペが追加され、それぞれのタイミングでシリーズ全体にも小変更が行われた。クーペは生産規模が小さいため価格が高く、しかも、 セダンと同じウィンドウスクリーンを用いたためスタイルも、満、人受けするものではなく、2000年までにわずか3620台が作られたにとどまった。カッパはすべて、横置きエンジンフロントドライブの FF で5速、MT、または4速 AT が選択可能であった。エンジンは20、2.020V が1998。 cc 直列後、気筒 DOHC4 バルブ146から155馬力、2.420V が 2446cc175 馬力、日本にも輸入された、3.0V624V が 2959ccV 型6気筒 DOHC4 バルブで205馬力であった。主に 2000cc を超えると税制上不利になる、イタリア国内向けに、 2.016V ターボ、2.020V ターボも存在した。また、ヨーロッパでは主流となりつつあった直噴コモンレール方式ディーゼル版の2.4ターボ、TD、JTD も選択可能であった。ありがとうございます。